シリーン地図 Google マップ、光が丘女子高等学校光が丘女子高等学校は愛知県岡崎市大成町奥町ルにある私立高等学校カトリック系女子修道会の制度ミニコ宣教修道女会が運営するミッションスクールであるカトリック的世界観に基づき聖母マリアと聖カタリナを模範とした人物の育成を方針としている校訓は誠実 純潔、奉仕、学校敷地内には、御堂と修道院があるほか、自宅からの通学が困難な生徒や、部活動などで、下校時間が遅くなる生徒のために寮が用意されている。修行、昼食、修行時には、お祈りの放送がある。修行時は、お祈りの前に放送で聖書の一節の労働区と、聖歌が流れる。国際教養科、普通科より、 年間合計50名ほどが海外留学する。主な留学先は世界各国にあるカトリック系の姉妹校や学校が提携している語学学校である。留学を終えて帰国した生徒はそのまま進級する生徒もいるが、研究留置によって一つ下の学年に合流する生徒の方が多い。また、国際教養科には2年次の夏を海外研修プログラムに当てている。 水奏学部は2007年度全日本水奏学コンクールで金賞を受賞している。以来、全国大会に毎年出場し常連校となる。合唱部は合唱指揮者の雨の森文也を指導者に招いている。2011年から2017年まで7年連続で全日本合唱コンクール全国大会に出場し、金賞4回、銀賞2回、銅賞1回。 特に2013年には最高賞である文部、科学大臣賞、特別賞である、河合奨励賞も合わせて受賞した。また放送部やは思考芸、アニメイラスト、英会話などの文化部も全国に出場している。学校紹介遠隔、概要光が丘女子高等学校 AB 平成29年度全国高等学校駅伝競争大会、大会結果女子、細山あり。光が丘女子校が、 日本で、初の受賞卓越した、吹奏楽部タたえる、国際賞。中日新聞。h t t p s e d c h u n i c h i c o j p c h u k o u n e w s k d e t a i l 3 4 9 2 0 2 0年2月2日、閲覧。頂点は、光が丘女子第1回高校ダンス部 GP、決定戦。日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ 201911040001024.html2019 年11月13日閲覧ありがとうございます。